こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオではキャンバスボードを作っていこうと思います。今日やることなんですけど、キャンバスボードを作るのとキャンバスボードのまま壁にかける方法っていうのをやります。はい、それでは今日使うのはベニヤ板と木工用ボンド、それから薄っぺらな布とジェッソです。ベニヤ板は100均とかで買うこともできて安く手に入ると思います。で、布はこうやって引っ張って伸びないものだったら大体何でもいいし、使い古しの布でもいいと思います。このベニヤ板なんですけど、さっきのコギリで切ったり、それからこの部分とかにヤスリをかけたり、あとね、表と裏もちょっとヤスリをかけました。表面なんか塗ってあってツルツルなんですけど、ここに布を貼っていこうと思います。木工用ボンドで布を貼っていくんですが、木工用ボンドが定着しやすいようにちょっと傷をつけるために紙ヤスリをかけました。ちょっとじゃあこれに布を貼っていこうと思います。そしたらね、これを切りますね。大雑把に切ろうと思います。かな、で、木工用ボンドを出ます。ボンドをつけて貼るだけなんで、ものすごい簡単な作業です。ちょっと高くしてこうやってやると下のね、テーブルが汚れないので、ガムテープの上に乗せて木工用ボンドを伸ばしていきます。で、こうやってまんべんなく伸ばしていきます。この部分にも木工用ボンドをつけていこうと思います。ここをね、こういう風にして、こういう風にして、で、ここをですね、プチッと切ります。こうやってちょぴっと切って、最後こっちの角もこうですね、ポンとですね、切りました。ここのところをですね、端に沿って切っていきます。ちょっと乾かして、乾いたらこの半端な部分を切っていこうと思います。乾いたので、この細かい部分をね、ちょっと切っていきます。なんとかね、切れました。今度はジェッソを塗っていきます。今日はブラックジェッソを塗っていこうと思います。なぜブラックジェッソにするかというと、別に深い理由はなくて、なんとなく使ってみたかったからです。ブラックジェッソは黒いジェッソです。で、小さいサイズのジェッソも売ってるんですけど、お得用いっぱい入ってて、もうあんまり残ってないんですけど、蓋付きの入れ物に入れていきます。使いやすいし、蓋ができるので保管もできるということで、なんかジェッソが固まってきちゃってる。ジェッソが硬くなっているので、水を少し混ぜました。で、この部分にも塗っていきます。ちょっと乾かします。
1回目のコートが乾きました。今日はジェスを3回塗っていこうと思います。なぜ3回塗るかというと、3回ぐらい塗った方が描きやすいからです。それでね、黒だからよくわかるんですけど、結構塗り残しがあります。すごいまんべんなく塗ったつもりなんですけど、1回目のコートだとこんな感じで塗り残しが出てしまいます。ジェスソっていうのは定着剤なので描きやすくなります。すごい絵の具が乗るようになるんで、1回目のジェスソってすごい塗るの時間かかるんですけど、2回目だともう何倍も早く塗れて、3回目だとかなり早く塗れるようになります。っていうのはね、ジェスソがつきやすくなる、ジェスソでも絵の具でもそうですね、つきやすくなるということで描きやすくなるということです。でまずはですね、2回目のコートを塗る前に紙やすりでここをスムーズにしていきます。こうやって触ってツルツルな感じになるまでやすりをかけていきます。ジェスソ今度はね、1回目はここの側面も塗ったんですけど、2回目からはここだけ塗ろうと思います。なぜなら絵を描くのはこの面だからです。2回目が塗れたので乾かしていきます。はい、セカンドコートも乾いたので最後の3回目のコートをやっていこうと思います。でまたですね、紙やすりをかけていきます。ツルツルになるまでですね。それでですね、2回目のコートではもう1回目みたいなムラな部分がなくなりました。ムラのなくなった上にもう一コート塗ると完璧なのかもしれないですね。さてじゃあ最後のコートを塗っていきましょう。終わりというわけですね。はい、最後のコートが乾きました。なんかツルツルで描きやすそうです。このキャンバスを使って早速明日自由な絵画教室で絵を描いてこようと思います。私も一緒に絵を描いてインスピレーションを分け合うみたいな感じで、私もね、生徒さんからたくさん教えてもらっています。すごい自由なクラスです。今回描いてる映像はないんですけど、絵を描いてきます。はい、今日は絵を描いてきました。出来上がったんですけど、サインをするのを忘れてしまいました。これはね、耳鳴りというタイトルにしました。で、この絵を壁にかけられるようにしようと思うんですけど、この裏に細工をしていきます。でちょっとその前にですね、昨日このベニヤ板のキャンバスを作る前に2つまた違う種類のキャンバスを作りました。で、ちょっと今日絵を描いた描きかけなんですけど、この2つは紙でできていて、それでついでに紙のキャンバスボードを壁にかけられるような方法もちょっと紹介したいと思います。でまずはこのベニヤ板からご紹介いたします。ちょっとどいてください。ありがとう。したらこれ裏ですね。作り方は至って簡単です。こっちが上なんで向きを間違えないようにこうですね。で使うものは額に紐をつける時の金具を2つこんな感じでつけて、それでですね、板の厚みよりも短いこのネジですね、ここに貫通しないようにちょっとつけていこうと思います。つけるとこなんですけど、4分の1とか3分の1ぐらいのところにつけます。これが6インチなので、この2インチのところに印をつけます。2と8分の1のところにちょっとチェックを入れます。でこの印のついたところにネジをつけるだけです。貫通しないようにこの辺で止めておきます。やっぱりちょっとここのネジのところ盛り上がっちゃったので
一回外してこのネジがベニヤ板よりもちょっと長かったのでこのベニヤ板を昨日切ったやつ切ったのの破片なんですけどこれをねここにちっちゃく切ってここに貼って木工用ボンドでつけてそれでこれをつけようと思います。カッターナイフで切ろうと思います。綺麗に切れました。ノコギリよりもスパッと切れてます。おお。こっち同士の方がくっつきやすいと思うのでここをくっつけます。で乾燥させます。この上から2と8分の1インチのところにチェックを入れてここですね。ネジを入れていきます。こんな感じでつきました。でここに紐をつけていきます。一応このネジが2つの板を貫通してくっついてるんですけどこっちに刺さってる部分ってこのネジのほんの先っぽの部分なんで簡単に抜けちゃうんでこれは接着剤の仮止めみたいな感じなんですけどこの接着剤が乾けばしっかりつくはずです。紐を通してここで縛ります。こっち側も取れちゃった。思った通りあんまり強く引っ張れないんですよ。まだ接着剤が乾いてなかったんですね。では強く引っ張るとさっきみたいに抜けちゃうんでこんな感じですね。ピンを刺してここにかけます。こんな感じでかかりました。で今度はこういうのはどうやってつけるかっていうとアクリルのシートみたいなこれクリアファイルなんですけどまずねこの部分をどのぐらいの大きさにしようかな。4センチぐらいにしようかな。1,2,3,4 の4つ目のところで切っていこうと思います。この丸くなってる部分なんですけどたまたま私こういう道具を持ってるんでちょっと丸くしました。別にこれハサミを使って丸く切ることもできます。どうするかっていうとここに両面テープをつけてここにペタって貼ります。ここに穴を開けて壁にかけられるようにするというわけです。もう一つのこのキャンバスの方につけようと思います。この真ん中のところにこうやって留めるんですけどここに窓を開けます。カッティングマットのここの線に合わせちゃおうかなと思ってるんですけど四角2つ2センチ1センチのこの部分を使おうかなと思ってます。ここからここまでですね。でもう一回こういう風に当ててここですね。定規で使うのめんどくさいからフリーハンド。ここまで開けたらここにちょっと形を真ん中の部分がこういうふうにへっこんでるとかけた時にやりやすいと思うんでここにねこういうふうに入れてこういくとこんな感じですね。でちょっとここの形が歪質なんですけどこの真ん中が王冠みたいな真ん中の尖った部分ここにこれピンですね。ピンがかけた時にこんな感じになるように留めます。ちょっと曲がってますねこれ
はい、今度はそしてまっすぐになればいいんです。ではね、ここに両面テープを貼ってキャンバスの裏の真ん中の部分ですね、入れていこうと思います。で、これ真ん中がどこだろう、だいたいこれが13インチなので6と2分の1、ここですね。これが真ん中に来るようにこれをこう留めるんですね。で、両面テープがないので、じゃーん、セロテープこういうふうに折って、こことセロテープ、耐久性がないかもしれないんですけど、両面テープだったらしっかりつくはずです。この辺につけて、ここが真ん中、こういうふうにつけます。そんでね、ちょっとここを折ってちょっと浮かせます。そうするとここにピンが引っかかります。こんな感じですね。ここら辺ですね、ここにピンを刺してこれを引っ掛けます。だいたいまっすぐになったかな、こんな感じですね。ジェッソを塗るときに、このベニヤ板の方は3コート塗ったんですけど、こっちの方はジェッソ1回しか塗ってなくて、しかもあのブラックジェッソが固まって水を結構混ぜたんですね。なのでこの絵の具のノリがものすごく悪くて、黒のジェッソのところに白で描くときに絵の具がね全然乗らなくて、結構すごい量の絵の具を必要としました。なのでやっぱりジェスト3コートぐらいすると本当に描きやすくなると思います。もしかしてあの水で薄めなければここまで描きづらくなかったかもしれないんですけど、まあジェストしっかり塗るっていうことがとても大切だということを今日は実感しました。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は、動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。